どうも、こんにちは、K です。今日、サブチャンネル一発目のテーマは、白シャツにタイのコーデをしたいのですが、白シャツの素材はどういう質感がおすすめですかまたおすすめのブランドはありますかあー素材はどういう質感ほー、難しいね。素材を聞いてるんじゃなくてね、その、質というか、サラッとしてるとか、ゴワッとしてるとか、そういうのを聞いてるってことね。 うーんまあでも僕、その、まあおすすめのも含んでくるけど、ディオールの白シャツが、僕が、そうっていうかな、理想とする白シャツの中では、まあトップなのね。プラダでもなくて、例えばサンローランでも、じゃあジバンシーでもバレンティーノでもなくて、ディオールの白シャツが僕は一番綺麗だと思ってるの。 ま、ほんね、まあ、あの、襟、カラーの作り、あの、ナローたとかするから短めに作られてて、そこから肥沃で、まあ、脇の下からのこう、ウエストへのアーチとか、まあ、アームの作りなんかも、僕の多分体にも合ってるっていうのもあるんだけど、結構、白シャツって、その、ざっくり着るんだったら、いろんなのがあるけど、まあ、その、自分の体に合わせて、例えば、ドレスで着たい、パキッと着たいみたいな時って、結構細身で体に合わせたいタイプなのね。 そうなるとディオールのが本当に一番ちょうどよくって、すごい好きなんだけど、ディオールのなんかは普通にコットンポプリンで作ってて、いわゆるコットンで作ってて、なんていうかなまあサラッとはしてるし、もちろんコットンもいいもの使ってるからすごく手触りもすごく綺麗なんだけど、なんかそれが特別ね、すごいシルク使ってますとか、そういうわけでもないから、どういう質感と言われると難しいけど、ある程度パキッとしつつサラッとしてるやつ、うん、くらい、ちょっと抽象的にはなっちゃうけど、まあディオールのは、 うん、僕は一番綺麗というかいいなっていうのは、うん、思います。で、僕一番最初にか、ちゃんと買った白シャツもディオールだったし、その後も白シャツ本当に何回か着たくなって買ったことあったけど、それも全部ディオールで買ってるから、その日奥のシャツがあるんだけど、あ今、まあ、レギュラーというか、多分通年出てるんだけど、あったから、うん、まあ一番、まあおすすめとかって言われちゃうと結局そこか。だからプラダとかで白シャツを買おうとかは思わない。 自分にあんまり合ってないんだよね。あんまり好きな質感でもないし。そう。だから人それぞれあると思うから、それは見つけてほしいし、うん、まあどういう使い方をするかにもよると思うけど、結構ドレスで、うん、まあ、要はテーラードで、とか、まあ白シャツタイで、ね、何かブルゾンとか羽織ってみたいな、パキッと着るんだったらディオールのはすごく綺麗かな。10万円くらい今、とかだと僕買ってた、一番最初買った時ってもう気持ち安かった気するけど、まあ多分大体9万9000後半とか、10万前後ぐらいなんですけど。 まあ、いいかな、あれはね、っていう感じですね。はい。次。え、K さんは雨の日に履くとしたらどんな靴を履きますか僕はストライド一択です。ああ、あの、ボッテガのね、パテントというか、あれは雨の日用とかに履いてるなんて洒落てますね。うん、すごくいいと思う。僕なんか一つ、その、自分にないものというか、僕はああいう系のシューズにあんまり興味がなくって、レイン系というかね、 そう、なんだけど、それってなんか自分の中で、なんだろ、自分のスタイルでもあるんだけど、足りない部分であるとも思ってるの。だから、なんか、普段から、例えば、まあ、表サウンドとか銀座とか、そういういいエリアに行った時に、特に女性の方で、例えばいいものを着てて、足元、例えばシャネルのレインブーツとか、まあ、今だとボッテガとか、まあ、結構いろんなブランドから、あの、レインブーツって出てるでしょ。マルジェラとかもなんかゴムの旅ブーツみたいなの確かあるよね、なんかラバーみたいなの。ああいうの履いてたりとか、なんかその雨の日用にいいシューズを持ってる人、 すごいいい素敵だななななとと思ううんか憧れみみたたのののももあありつつでで自分でやるのはちょっっ違がて僕はなんか割とベーシックなあのレザーシューズをまあ、ちょっと形違いで2足持っててそれに本当に防水スプレーとかでまあ、雨の日対処しちゃってるっていうぐらい結構雑に履いてる革靴が2足あるんだけど、まあ、僕はそんな感じでそうだからそれが自分のなんかスタイルっぽいなと僕なんかここでパテントとかなんか ちょっと雨に降り切ったシューズを持ってくるのは、なんかちょっと違うなっていうこだわりと、半分ね。残り半分はその憧れみたいなのもあって。だから、こういうシューズ持ってたりするのはすごい、うん、素敵だなというか、いいなっていうのは思います僕は本当あの、雑に防水スプレーとかで済ました。もちろんいい靴は履かないようにしてるけど、っていう感じかなはい。そんな感じ。次。K さんはスニーカーを履かないと思いますが、もし履くとなれば気になるスニーカーはありますかあー、気になるか。 まあ僕、まあその履かないって、まあ現状履いてないっていう感じなだけで、あの、今後履く可能性は秘めてるかなとは思うんだけど、うーん、気になる。でもなんかブランドから出てるスニーカーは僕ほとんど気になったことがないんですよ、実は。プラダのスニーカーとかも見てきてるけど、自分でああいいの履きたいなと思ったこと一度もないし、その他のブランドを見ててもそんなにスニーカーで惹かれるものってないんだけど、 まあやっぱ、どっちかというと、ナイキとか、うん、そっち系の方がよくって。まあナイキから出た、この前出た緑のモケモケとか、なんかあのアイスクリームとコラボしたやつとか、あかあとなんか黄色いクマみたいな、黄色と水色みたいななんかクマのダンクとかあるじゃないですか。なんかああいうのは、足元にさらっと入れても、うん、いいから、ワイドパンツで、うん、とか、はちょっと思ったりするけど、うん、でもまあ、要は自分の中で気になるようなスニーカーがないから、うん、 買ってないっていう感じかな。もちろんその、なんていうのあの、ブランドを見てて、このいうスニーカー出てるの面白いなとか、そういうのは感じるけど、じゃあ自分で履きますかって言われると、いや、僕はいいですっていうものが多いので、結局なんか革靴を超えてこないというか、革靴もちろん、あの、別じゃん、種類がね、スニーカーと。比べるものじゃないんだけど、僕の中ではなんか、 足元に入れるものとしては、なんかスニーカーも革靴も大して変わんなくて、別に革靴も履きやすいものなんかいっぱいあるし、まあ履き慣れてればどんどん履きやすくなってくるし、じゃあ何がスニーカーと違うのってなると、なんかこうあんまり変わんないというか、そんなに履き心地みたいなすごい軽さとかもそこまで求めてるタイプじゃないから、まあそれを超えてくるようなものがあれば、ほんと買おうかなというか、欲しいなっていうのは、まあ思ってますが、はい。気になるスニーカー、今だから気になっているスニーカーとかありますかとか言われても、僕は特にはない。 ナイキのあのダンクのモコモコシリーズはいいなっていうのは、ちょっと思ってましたが、あのアイスクリームとかも高いんだよね。結構、あの、スニーカーで、うん、まあナイキとかってね、元の値段がそんなにいいじゃん。で、まあプレネ二次流通であのアイスクリームとか多分15万とか20万ぐらいするでしょそれ行くかって言われると、いや、じゃあ革靴買うわってなっちゃうから、結局何も買えてなくって。っていう感じかなーうん。 なんかスニーカーだったらまだ JW アンダーソンのあの、ね、あの、チェーンのミューレルとか、じゃあグッチのプリンスタウンとか、ああいうスライド系がいいし。あんまりそのなんか普通のそのスニーカーって、うん、あんま引かれないのは事実ありますね。はい、次。え、大学生です。20万ほどのレイヤード T シャツが欲しいのですが、値段が高すぎて迷ってます。物に文句はなく、値段が迷ってる理由です。月のバイト代と服2着、1、2着を折ればなんとか買えます。無理してでも買うべきでしょうか。アドバイスお願いします。 うーん。まあ僕がね、なんかその服売って買えばっていうのはちょっと変な話だから、僕の学生の時の話をすると、まあ学生時代の僕だったら買ってる。うん。かなっていうところ。20万ぐらいのブルーゾーン買ったりとか、じゃあ例えば40万、50万でコート買ったりとか、学生時代してきたけど、まあそんな時も、売って買って売って買ったようやって、繰り返しお金作って買ったりしてたから、まあ学生時代だったらそんな無茶もしても全然いいんじゃないかなっていうのは、 思いますね。まあ、ただそのね、服1、2着っていうのがものすごく大切にしてるもので、それを売らないとってなっちゃうと、じゃあその今の、レイヤード T シャツ。まあ、レイヤード T シャツで20万ってジバンシーでもジバンシーでも20万 T シャツでしないよね。 まあ、ロンティーとかフーディーみたいなやつかな。ちょっとどこのかわかんないけど、まあ、そういうその、今一瞬で欲しいものと、まあ、明らかに僕、これはもう長く来そうだな、みたいな。これだけはちょっと特別だ、みたいな。その、1、2着だとしたら、まあ、それをちょっとこう、天秤にかけて、どっちがみたいな判断も必要になると思うし、まあ、ただそれがその1、2着が、まあ、最近あんま来てないとか、まあ、高くて頑張って買ったけど、まあ、別に売ってもいいかなと思うくらいなんだったら、売って買った方がいいんじゃないかなっていうのは、 僕だったら学生時代やってたかな。はい。次。えー、得意料理ありますかうん、得意と言ってようとかわかんないけど、まあ、唯一、あの、R からたまに作ってと言われるのは、ハンバーグかな。うん、別にいたってシンプルなんだけど、ハンバーグと、まあ、でもハンバーグかな。うん、あの、本当にただただ、こねて、 叩いて焼くっていうだけなんだけど、まあ、僕もね、でも、なんか出来上がったものを食べると、うん、シンプルにうまいんだっていう感じはするし、まあ、その R からもリクエストが来るくらいだから、まあ、得意というか、まあ、そこそこ美味しいものは作れるのかなっていう感じ。僕別に料理がうまいわけじゃないので、なんか本当適当にあえて焼くとか、なんかちょっと煮るとか、それくらいしかできないから、なんか調味料を整えてとか、そんなことはできないんだけど、 まあ、ハンバーグかなっていうところですかね。はい。次。えー、ラグジュアリー業界の就職倍率、新卒の就職倍率でどれくらいなのでしょうか未経験には結構厳しいですかうん。まあ、そもそも新卒で入るときに未経験には厳しいってちょっとおかしい話なので、未経験には厳しくはないです。はい。厳しくないっていうのもおかしいけど、なんていうかな。 うん、みんな同じような条件で、あの、見られる。例えばだから、アパレルでバイトをしてるからって、経験者だっていう見られ方は一切しないので、基本的に、あの、バイトをしてようがアパレルでね、してなかろうが、うちの会社に会う人。どうせ、その自分の会社で、あの、販売員に育て上げるわけなので、基本的にね、他でやってるとか関係ないんですよ。ノーマルな状態でよくって、フラットな、何もない状態で全然よくって、 そこからうちのそのノウハウを教えたときに、じゃあその自分たちのブランドのブティックに立ってる姿が想像できるかどうか、周りの人と一緒に働けるかどうか、みたいな。もうここが軸なので、正直なんかその辺の、あの、よくわかんないところでアパレルバイトしてたとか、あの、古着屋でバイトしてたとか、別にラグジュアリーからすると、いやそんなあの、一応ね、販売員としては同じだけど、そんなに全然業界が違うところでバイトしてた経験って、いや別にうちではそんなに役に立たないよ、みたいなスタンスで、 全然いると思う。あの人事の人というか、あのそういうのに関わってた人たちも言ってたけど、あんまりそのバイトの経験とかっていうことは見てないっていうことは、僕が入ったラグジュアリーは言ってましたね。ただそこで、その、プラスのエピソード付けでどれだけ自分のこと喋れるかとか、まあ面接官の話をどれだけ聞いてるかとか、まあ単純に販売員って、あの、ストーリーテイラーとかいろんなこと言われるんだけど、まあそのブランドの顔となってお客さんに魅力を伝えるっていう仕事だから、まあ要は自分の魅力をいかに、 販売に伝えられるかっていうところのポイントで見てるって言ってたから。まあ、あとは、パッと見の雰囲気でなんとなくわかるみたいなこと言ってたけど、そういう感じだから、未経験だから厳しいっていうことは全然ないと思う。で、倍率に関して言うと、うん、まあ、これは正直、年代にもよるし、ブランドにもよるっていうところでしかないので、もう全然いい、多分その目安みたいな数字は正直言い表せないです。もう本当に会社によって全然違うので、 うんこれは何とも言えないところなんですけど、まあ、あのー、僕が受けたようなところで言うと、まあ、そもそも0時から4時ぐらいまであって、その一時試験、だから、えっ、ー、と、書類通りました、えー、面接、まあ、こういう試験をやりますので、あの、ここに集まってくださいっていう日に出されてた日程に、なんかグループがいっぱい書かれてあって、で、その日に入ったグループで、なんかまあ、あ 何かをやるみたいな感じのやつだったのでそれがね、もう、アルファベットの A からブワーっとあって、最低でも10個以上ぐらいはあったのよ。15個とか10個とか。で、僕がその、まあ、部屋に入った時に、グループ、まあ、アルファベット何かの入った時に、えっと、一部屋にね、まあ、学校の教室じゃないけど、小学校とか中学生みたいな、あのね、大体たい3、40人ぐらい、まあ、40ぐらいはいたのかな、一部屋に。それが単純に10何個あるって考えると、一次試験の時点で500人いたと。 ざっくり。で、まあ、ゼロがどれくらい落としてるか分かんないけど、最終的に僕ら受かったのは、えっ、ー、と、500分の多分20ちょっととかなので、まあ、それがまあ、倍率なのかなっていうところ。うん。ただ、それはそのブランドのその年のっていう話で、次の年は結構新卒多かったんですよ。プラス10人くらい多くて、ただ、僕らの前は10人くらい少なかったんですよ。なので、その本当に新卒まあ、そもそも取ってない ブランドというか、なんか、取らないタイミングもあったりするぐらい、何人入るかとかっていうのも、本当に全然会社によって違う、年代によって違うので、まあ僕のところで言うと、まあ0時の時点でね、どれぐらい書類で落としてるかわかんないけど、まあざっくりどうだろうね、1000分の30、まあ、うん、まあとか750分の30とか、まあ大体それくらいなんじゃないかなっていうのは、まあ、 思う。うん。まあ、大体ね。うん、ただ、ただ、ちょっとその、なんていうかな、倍率とかっていうのも正確じゃないから、なんとも言えないけど。まあ、それぐらいじゃないうん。まあ、もっと少ないブランドもあるしね。あの、一桁台ですっていうブランドを僕は知ってるので、その新卒取るのが、あの、10人前後とかって書いてて、5人しか取らないみたいな、あの、ブランドも全然知ってるので、そことかだと、ね、そもそもじゃあ、300人受けましたってなったら、もう300分の10とか、うん、300分の5とか、多分そういうレベルになってくるから、 うん、まあまあ大体それぐらいの倍率なんじゃないかなっていうところです。はい。次。えー、K さんはスラックスと同様にトップスの着丈も直した方がいいとお考えでしょうかああ僕はあんまりトップスの着丈は直さないです。ね。うん、直さないかなまあ、なんだろうね。この辺って確かに聞かれると不思議なんだけど、まあスラックスの場合は、 やっぱそのシューズとのバランスみたいなのがあって。で、まあ、スラックスってそもそも、まあ、特にラグジュアリーとかで買うと、もう直すのが前提だから、そのまま売ってるものを買って履いてってなかなか難しいのね。基本的に、そのラグジュアリーで売ってるものってもうね、めちゃくちゃ長く作られてるから、絶対直すし、直すんだったらじゃあ僕はこれぐらいのがいいっていうそのこだわりはあるんだけど、トップスの場合って、 そもそも直す前提であんまり作られてない。じゃあ、まあ、唯一、そのスーツ、テーラードとかになってくるとセットで売られてるね。まあ、例えばじゃあ、せも直すとか、じゃあ、手、ね、手もこんなになってて、えー、じゃあこれ詰めた方がいいですね。合わせた方がいいですね。みたいなのって、まあ、中には存在したりするけど、基本的にじゃあ売られてる T シャツや、まあ、シャツとかって、まあ、ヨーロピアンフィッティングではあるけど、まあ、まあ、僕はありがたいことにその身長があるから、まあ、それでいいんですよ。その着て、 あまりにも長いとかっていう、あんま経験をしたことがそんなにそんなにないから、やっぱそのままのバランスで着ることが多いですね。例えば、丈が短いのが欲しいんだったらトップスそもそもそれを選ぶし、竹が長いのが欲しいんだったらそれを選ぶし、でもパンツはなかなかそうはいかなくって、もともと長く作られてるから、まあそれを直すのにじゃあこだわろうっていう感じで、僕トップス直したことって、シャツのアームちょっと詰めたことと、 ジャケットの肩アーム詰めたことぐらい。本当に軽くね。あの、数着やった以外は、まあ直したことない。ですね。はい。そんな感じ。じゃあ今日こんなとこにします。はい。気持ち短いかもしれませんが。はい。よろしくお願いします。はい。バイバイ。